おはようございます。本日はグレープのテンション中の中ぐらいでお届けです。メイクアップ動画です。淡々と続けていきます。先週ボーグジャパンに行ってグレープ流メイク動画を撮ってきますっていう BTS ビハインドザシーンの動画をアップしたんですが、もう動画の中でブーブー言ってる通りずっと終始緊張をしていて、全然限られた時間の中で自分の伝えたかったグレープ流メイクとは何ぞやっていうところがなかなか喋りきれなかったので、今日は長尺でテンションは普通な状態でお話をしながらメイクしていこうと思います。今日はこれからちなみに仕事です。はい、もうできるだけちゃちゃっと進めていきますよ。まずはファンデーション、じゃあ下地。下地は今気に入って使っているのがキャンメイクのマーメイドスキンジェル UV01 番。これは日焼け止めも一緒になっていて化粧下地になってるやつ。 SPF50+ の PA4+ で、もう今日も日焼け止めスキンケアでしちゃってるので、ボビーブラウンのビタエンリッチドクリームフェイスベースを使っていく。ちっちゃいやつ買ったんだけどもうほぼほぼない。これすごいしっとり保湿してくれるし、ファンデーションのノリが良くなるのでグレープは気に入って使ってるよ。で、グレープ流のメイクというところのお話なんですが、もう何よりグレープ流といえばナチュラルにメイクしてるかバレないというのが一番肝になってきます。バレたくないけど、なんか肌綺麗けどなんか美しいみたいなメイクをしたくって、なんでたまにメイク動画投稿してると、いや何も買ってなくないっていうコメントがあるんですが、まあ確かに見る人が見たら何も買っていないかもしれないけど、グレープ的には顔の印象がキリッと、肌の色味も均等になってすごいシャープになった気分になる。で、その気分になってると自分の自信にもつながる、立ち振る舞いにもつながる。人見知りなんで人と会ったらすごい気取ってるんだけど、人と会った時の応対をにも出てくる。今幸いなことにちょっと色の赤みとかはなんかあちこちに残ってたりするんだけど、ニキビっていう出来物がないから、今オンタイムでニキビで悩んでる人から言わせたら何を言ってるんじゃって思っちゃうかもしれないんだけど、やっぱりニキビ一個でもさ、もうあっちこっちにポンポンってできても、たまにグレープ大きいのボンって穴にできたり、こうわかるかな、結構ニキビ跡で傷ついちゃって、なかなかこのね色のムラが治らないんだけど、こういうのがあるだけでも気分が下げって感じだし、なんか別に人に会わなくてもいいかなみたいな感じになっちゃいませんか。グレープになっちゃうんですね。で、やっぱ肌綺麗だねって褒められると嬉しいし、仲いい友達とかだとグレープ結構、今日メイクしてるかどうかわかる、今日どこメイクしてるかわかる、友達からしたらめんどくさいクイズゲームも勝手に一人でやってるんだけど、そういう時にえわかんないとかって言ってもらえると、お世辞かもしれないけど表面だけでそう言ってるのかもしれないけど、わかんないって言われるとしょったみたいな気分になるわけだって。自分もさ、バレずに気分流れるメイクができてるわけだから。はい、ファンデーションのお話です。メイクをするときに一番最初にグレープが手を出したのは眉毛。なぜかというと、グレープここがね、眉山の下と眉頭毛が薄いの分かるからね。なんかそこが薄いせいで自分の顔の印象がすぐ薄いんじゃねえか説が自分の中でありまして、さらにやっぱりずっとかっこいいとかセクシーっていう言葉にグレープは憧れてるんですけど、自分で自分のこと童顔って言っててって思う方も中にはいるかもしれませんが、コンプレックスまでいかないけど、言われる言葉の割合が可愛いとかが多い買った人生なんですよ、グレープ。ありがたいです、それはとてもとても。グレープ自分の性別男と思っております。恋愛対象はちなみに男性です。なのでやっぱりこうかっこいい男に憧れるっていうのは少なからずも、ちょメイクしながらやるねあって、セクシーとかかっこいいとかいうワードに憧れるんですよ。スパチュラで薄く伸ばしたものを濡れたスポンジで伸ばしていくので、もうほぼほぼ何つけたぐらいのレベルしか残らないような塗布の仕方をグレープはしてます。動画っていうのもあるから、すごい今までいないぐらい丁寧にやっていますが、なんでそのグレープの理想としてるちょっとかっこいいとかセクシーというのが、シャープな顎のラインだったり力強い眉毛の印象から来るかなっていうのが自分の分析の中であって、それを実現するためにメイクに手を出してみたっていうのが一番最初の発端かな。ファンデーションとかベースメイクした時に化粧っぽい感じ、粉っぽい感じが自分の顔に残るのがとてもとても嫌なんですね、グレープ。そうならないような商品、塗り方、ツールを探し求めて生きています。
ナチュラルに綺麗に見せてくれて、厚塗り感なく、かつグレープの求めるちょっとキリッとした健康的な自分の顔の特徴を活かせる。なので変身系のメイクはまあスキルもないし、グレープ的にはやろうと思ってきたことはないですね。まぶたもこっちが奥二重でこっちが一重なんですけど、わざわざそれをアイピチとかで直そうとも思わないし、そぼかす、まあ、見る人が見たらただのシミじゃんって思う方もたくさん世の中にはいると思うんですけど、グレープ自分のそばかす好きでというのが、今まで出会ってきた周りの人たちがすごい優しかったってのはあると思うんだけど、可愛いって小さい頃から言われ続けてきたので、シミそばかすがあると美しくないみたいな美のスタンダード全くなかった、むしろそばかす可愛くない自分の顔みたいな感じでずっと思ってきたたちなので、これを一度も消したいと思ったことはありません。なので育つ環境もありますよね、はい、もうこんな塗ったか塗ってないかわからないぐらいのファンデーションを塗りましたら、あ、ちなみに塗ったのはメイベリンフィットミフレッシュティント03番ナチュラルピンク。これは塗った直後っていうよりは塗ってなんか1日過ごしてるときめ細かいツヤ感のある肌を演出してくれる気がして気に入って使ってる。フレッシュティントはスパチュラで塗るっていうよりは手で塗るっていうのを推奨されてると思うんだけど、グレープはもう極限までカバー力を抑えたいのでスパチュラで塗ってから塗るスポンジで塗ってます。で、塗るのも今頬から塗ってって最後、額の T ゾーン塗ったと思うんだけど、そこのエリアを薄く広げた後にスポンジにファンデーションついてるかついてるかわかんないっていうぐらいの量を小鼻周り、頬のエリア、あとは眉間とかね、たま結構この辺赤くなったりするから、グレープ赤みが目立つところ、そばかすは消えないのに肌の赤みムラ、色ムラは整ったぐらいで攻めるようにしてます。このパレットにもパール一粒ぐらいしか取ってないのに使い切れてない、なんでもうちょっと少なく出せばよかったかな。ファンデーションのことについて喋りながらやっちゃったけど、眉毛もさっき説明したこの眉山の薄いところをメインでガーって描いて、もう自分の眉毛の形は変えない。なんかアートメイクとかも最近よくあるんだけどさ、広告で出てくるやつって結構こうアフター墨で眉毛塗ったみたいな印象の画像多くない？綺麗にできてるやつも中にはあるんだけど、やっぱり美容院とか床屋さんと一緒でさ、自分の求めてる眉毛の形にしてるくれるかってもう出来上がるまで分かんないじゃん。やっぱりカウンセリング中にどういう眉毛がいいとかって言いづらい、言いやすいっていうのも人によって違うし、その一通りやるのがだるくて眉サロンには思い切ってグレープはいけないです。はい、眉毛はこんな感じかな。ちなみに使っているのはセザンヌのスーパースリムアイブラウ05番で、それができたら一応次コンシーラー、今回使うのはグレープのお気に入りメイベリンフィットミーのコンシーラー10番。デイリーで使うのと特に冬場はおすすめ。なぜなら結構みずみずしいグレープ的な。グレープの中で比較しているのがこちらのナーズのソフトマットコンプリートコンシーラー。これもすごいカバー力があってニキビ、赤いニキビとかすごい消してくれるから重宝してるんだけど、気持ち、まあ名前の通りソフトマットなんで乾燥気味？乾燥というか潤いがフィットミーと比べるとないので、まあ、夏場とかの方がナーズのソフトマットコンプリートコンシーラーはおすすめ。ロジーローザの両端が筆になっているタイプの小さい方を使ってパレットに取ったコンシーラーを本当にちょっとだけ、こんな感じでチョン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 って取って、もうピンポイントで赤みを消していく。カメラで見ても分かんないぐらいかもしれないけど、この辺のちょっと赤みとかシミじゃねそれって思う人もいると思います。はい、あとはこの小鼻、今ちょっと正直肌のコンディション割と良さげなんで、あんまり差がカメラ上で特に分かんないかもしれないんだけど、ここの小鼻の赤みがグレープ結構自分の中で気になるので、こういう感じで塗ると、まあ、そばかすは消えないのになんか肌のベースの色味すごい綺麗じゃないっていうのを演出していく。あとはここもやったりやらなかったねなんだけど、ここね、グレープ涙袋は作らないんだけど、自然にありがたいことにここに涙袋が拭くっていうのがあるので、その山の下をこのコンシーラーで気持ちハイライトするようにしてる。そしたらさ、ここの山が逆に影が目立つから、ハイライト入れることによってより涙袋がちょっとぷっくり目立つようになるかなと思ってやっている。ただやっぱりね、この目元の小じわと小鼻周りとここの笑いじわは塗ったお化粧がどん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 入っていっちゃうから、そこに細心の注意を払って小じわに入らないように
肌になじむように優しくトントントンってやってなじませてます。この左右の差が気持ち分かりますでしょうか。こことかね、ちょっと影になってる。このカメラで見るとここ影になってる。そうそう、取った方がいいかな。この涙袋の下の脂肪、ほんと気持ち違うの分かるかな。こっちとこっちで分からんか、まあ、こんなレベルですよ。グレープのやるメイクはもう本当に元の元気を崩すとか、そばかすを全部消して、まあ、ネキンのような肌にするとかっていうことはそもそもできないのでやらない。自分のナチュラルな顔をそのまま活かせるようなメイクを求めてやっております。何度も言うけど、肌のコンディションが良かったら正直ファンデーションなくてもいいと思うんだよね。自分の肌の色とそんなに変わらないコンシーラーの色を選んで、筆でピンポイントでポンポンポンって、まるでなんかフィギュアのペイントを塗るかのような感じで色を乗せていくだけな方がナチュラルなメイクにをしたい人には男女関わらずいいと思うんだけどね。メイクっていうとさ、ファンデーション、コンシーラーみたいな印象強くない？それになんかやっぱパッケージとかブランディングのおかげでチークとかリップって手出しづらいよね。色も色でピンク女子みたいな感じの印象が拭えない層の方が圧倒的に多いから、メイク挑戦したいって言ってもパッケージがあんなに可愛いとかといって、メンズメイクっていう風なラベルを貼られるとそれもそれで、メイクってジェンダーレスでやっていきたいのに、なんでメンズって垣根を作ってレジスが変えないようにしちゃうんですかっていう、この成分で女性の肌に合うメイク、スキンケアだって中にはあるでしょってグレープすごい思っちゃうので疑問です。はい、そんな話はまた置いといて、はい、コンシーラー終わりました。ロージーローザの今使ってた筆もすごいおすすめなんだけど、これの資生堂のね、筒筆コンシーラーブラシ、美容系 YouTuber っぽい資生堂の筒筆コンシーラーブラシもおすすめ。本当にニキビっていうのができた時にそこにポンポンポンって乗せて周りをくるくるくるってやると綺麗に隠してくれます。ベースメイクができたら、パウダーがローラミルシエ気に入って使っているんですけど、結構もうなんかこれは王道、もう殿堂入り。最近気に入って使ってるのがイニスフリーのポアブラーパウダーだね。定番の緑のやつじゃなくって、こう中がメッシュになってるタイプ。蓋に取ってから濡れスポンジで顔にのせるのが好き。本当になんか密着とかね、すごいのよ。そして一日中 T ゾーンをマットにキープしてくれて、皮脂を抑えてくれ、毛穴を目立たなくして、しっとり綺麗なお肌を保ってくれる。鼻のてっぺんと眉の上と頬の上はツヤ感をキープしたいので、それ以外この小鼻周り、おでこ、あとはこの口周りで、パウダーやっぱりやっておけばコンシーラーとかファンデーションの崩れ具合が低くなるのでおすすめ。でもね、ファンデーションしない日でもグレープパウダーするの好き。なぜならやっぱり一日中綺麗に肌をマットにしてくれるから、スキンケアでしっかり保湿した上でパウダーだけっていう日もあります。 T ゾーンも一日安定した感じで手からせたくないという日、テカってないだけで T ゾーン清潔感アップすると思うから、ほんとね、パウダーからメイク挑戦するのもおすすめだな、グレープ的には。で、それをするならまず価格帯的にも手を出しやすいイニスフリーのこのポアブラパウダー、ほんとおすすめ。あとね、セザンヌのルースパウダーもおすすめですよ。メイク初心者におすすめのメイク順番といったら、グレープ的には眉毛、パウダー、ブロンザーかな。 Speaking ofブロンザーというところで次の過程に進みます。ボーグさんの動画ではこちらのナーズのやつとロムワンドのベターザンシェイプ気に入って使ってますって話をしたんですが、今現在進行形で、あのボーグさんの動画撮ったのが真夏だったんですが、今冬気に入って使っているのがこのジュディドールのメリハリマスターパレット01クールトーンフェイスカラー。これのここの色を鼻筋に入れるようにしてます。今これはシーンで買った斜めのブラシ。さっき眉毛を描き足して今日結構綺麗にできたから、この眉頭に違和感があんまりないんだけど、結構描きすぎちゃう時とか、ここにシェーディングを鼻筋に合わせて入れるだけでちょっと濃かったかもっていう眉毛が彫りの深い顔に馴染んでくれます。でも未だにグレープメイクさんにグレープの顔に合ったノーズシャドウの入れ方を教わりたいんだよね。ほんとここのシェーディングの入れ方は難しくない。特に鼻先、とりあえず小さくなれと思って、鼻の頭がこの頭の山にちょんちょんちょんって入れてるけど、これで合ってんのかっていうのは正直。シェーディングをさらっと入れるだけでさ、ここへこんでるから影がここに影がかかるタイプなんだが、ここにシェーディングを入れることでこの眉間エリア、もう気持ち鼻筋が通ったように
見えると思わない？ちょっと今日濃く入れすぎたか。時はとりあえずブレンドしてなじませましょう。これは時と場合によるんだけど、顔の周りのシェーディングも今一緒にやっちゃいますが、ここの色か、ルムアンドの、03番、クールトーンの方かな、これは。日本限定クールトーンだった気がする。筆にまんべんなくつけて、フェイスラインにしていく。あとグレープ、冒頭に話したけど、やっぱなんかこうシャープな顔の印象にしたくて、眉毛もコンプレックスの一つなんだけど、結構むくみとか暴飲暴食するとすぐ顎の下に出てきて二重顎になっちゃうのね、グレープ、うん、それがすごい結構自分の中では嫌で、シェーディングで結構がっつりここ消したい、影作りたいっていう願望からシェーディングメイクに手を出す。ちょっと顔引くだけですごい二重顎なの、これが嫌で、それを脂肪吸引とかやりたいなって思ってんだけどさ。あとはなんかボトックス、これでもボトックスじゃないよね、きっと。ボトックスってエラー張りをこうなくす感じでしょ。エラーはむしろ逆に作りたいんだよね、少し気持ち大きく。でここをガッてなくしたい、横から見た時にシャープに見えるように。そのうち整形部広くでもやりましょうか。ファンデーションをするメンズメイク諸君、ファンデーションをするんだったら本当にシェーディングはした方がいいと思う。なんかさ、やっぱファンデーション塗って肌の色味を均一にするから、白塗りでベタって顔になっちゃうじゃん。で、それこそ、まさに、うわ、なんかすごい顔だけ白い。ファンデーションすごい厚いね、とか、色合ってるとか、化粧感すごいね、っていうのに繋がると思うのね。もちろん、ファンデーションで肌を綺麗に見せるっていう効果はあるじゃん。だからやりたいじゃん。で、そこでシェーディングを重ねることによって、陰影がちゃんとついて、わかる？グレープ横側のゾーンが広いんだけども、ここにがっつり、グレープは、こう、影を入れたいので、ここに、今のロマンのベタージャンシェイプをこう必死型に入れてしまっているんだけど、それだけで前から見た時にシュッと陰影ができて、ファンデーションのメイク感がごまかせると思っているグレープは。あと顔のこのエリアにもグレープ陰影が欲しいので、目尻、こめかみ、パウダーでシェーディングを入れちゃいます。することによって額の真ん中が明るく見え、奥行きが顔に出て、立体感が出て、シャープな印象になり、グレープの理想とする。かつ、ファンデーションを塗ったメイク感も収まると。白塗りに見えちゃいがちの人たちに、本当におすすめしたい。特に顔をシャープに見せたい人とかね。コンシーラーの時に話をしたのと似てるんだけど、シェーディングだけっていう日もあります。ファンデーションをベースにつけて、綺麗な肌にバーンって見せたいっていうよりは、ただ単に今日は帽子だけ被って、眉毛とシェーディングで陰影だけ入れてパキッとした印象で終わりたい。っていう日も中にはあるので、そういう日はシェーディングだけで完了することが多いです。で、今のシェーディングと全く同じ要素で顔に血色感を足して健康感を出してくれるので、チークもチークでマスト、ファンデーション塗るんだったらってグレープは思う。ちょっと今パウダーパウダーで結構かさつき始めてきてるので、一旦エリクシールのツヤ玉ミストで顔に保湿を足します。こういう曖昧なスプレーも結構大事ですよ。やっぱり粉アイテム使ってると顔がパサパサしてくるので、こういうのを間に入れるだけでも最終的なメイクの仕上がり感が変わります。肌なじみが良くなる。動画で説明していたのが NARS のアフターグロリキッドブラッシュ02801番を使っていました。どういう色かというと、これも結構肌なじみがいいんだけど、こんな感じの色味、ちょっと茶色系も入ってるかな。これを頬のエリアに手で入れることで肌に血色感が戻り、先ほどのブロンザーと同じようにベースメイク感が薄れるって言った方が正しいかな。日焼け健康肌風に見せるためにも、鼻の頭にもつけたり、眉頭の上のポイントにもこうやってつけてる。ほんと微妙な差で、この左右の差がカメラ上で見てわかるか。こんな感じでつけて指でなじませる。結構ファンデーションがラストチョイスかもな、グレープ的には。肌の状態が良ければね。チークだけっていう日もあるもん。なんなら。ちょっとこう、ほてった感を作りたいから。わかる？あ、ナチュラルメイク、上手じゃね、グレープ。自分で言うなって感じだけど。でもグレープ本当に勉強、メイク学校とかで勉強したわけでもないので、メイクの基礎とか全く知らないから、一消費者として、いろんなアイテムを SNS 上で見て、
人が使ってるのを見て勉強して店頭に行って自分の好みに合うかどうかみたいなところも全部自分の手でテストして買ってみて冒険してってことをやっているだけです。ただの皆さんと同じ一般消費者ですので、グレープのメイクはあくまでもご参考までに、テクニックとか正しい使い方とかメイクの動画の道具の使い方とかはグレープちょっと伝授できないので、そういうのはちゃんとプロのメイクアップアーティストの動画とか見て勉強してねいろいろ紹介して説明しといて今更あれだけど、リップは MAC のリップライナーを使ってたんだけど、ちょっと今ハマって使ってるのがこのラカの121番アッシュナッツフルーティーグラムティント。なんかね、茶色いの色が、パレットに取って見せるとこういう感じ、くすんだ、これわかんないね、ちょっと待ってこれじゃ全然わかんないね、どこに見せようか、ここ、こういう感じ、ちょっとくすんだ茶コーラル、茶コーラルみたいな、茶コーラルでもないか、溶けたミルクチョコみたいな色してるんだけど、唇の色をあんまり目立たせたくなくって、結構割と今まで自分の唇の色に近い色って選んできたんだけど、ナチュラルに見せつつもちょっとトーンダウンしてくれるリップの色を見つけたくって、これがそれで言うとドンピシャかもと思って使ってみてる。冬だからかな、冬だからなのか、ただ単に今の気分なのかわかんないけど、唇の色の存在感は消したいけど、ちょっとツヤっぽいテクスチャーでは見せたいっていうのを叶えてくれる。手に取った色とちょっと違う、濃くなった唇。でもなんか色味がこうズンと沈んだの分かりますかね、これを求めてるのよ。最後に、またツヤ玉ミストを振るって完了です。このメイクパターンは結構誰にもバレないよ、こんな感じです。グレープ流ナチュラル健康肌見えナチュラルメイク、ナチュラルグレープ流ナチュラルメイク完成です。はい、少しでも今後メイクに挑戦したいなと思っている人たちの役に立ったらなと思うのと、少しでもグレープのメイク動画を見てナチュラルメイク、グレープ流メイクやってみたいなと思ってくれてる方々のためになればと思っております。いかがでしたでしょうか。もっとこここうした方がいいんじゃないとか、ナチュラルに見せたいんだったらこの商品おすすめとかあるようでしたら、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。はい、ちょっと今回はいろいろ喋ってたので長めの動画だったかもしれませんが、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもしてね、ありがとう。じゃあね、自然光で見たらこんな感じに仕上がってるよ。わかんないっしょ、メイクわかるかな。はい、仕事行ってきます。